ミナルマです。はい。スポーツショップを巡る旅第5弾始まりました。今日はですね、ちょっとね、あいにくの天気でね、ちょっとこうどんよりしてる感じなんですけども、今回はですね、スポーツアフトさんですね、伏見区にあるところですね、6年目になるみたいなんですけども、今までにない雰囲気でした。日本の野球ショップっていうよりはちょっとメジャーチックな感じ。なんかこう、僕も映像とかでメジャーのこう野球ショップとか見たりするんですけど、ちょっとね、それに似た感覚、新しい世界観ですねの、ショップになっております。なので今回ね、すごいね、驚きの商品もあったので、どんどんこれね、紹介していきたいなというふうに思います。来ました。ちょっともう世界観、はい、メジャーチックな奥に、だってあのメジャーのヤンキースの帽子とかね、あります。なんといってもスポーツアフトさん、見てください。入った瞬間にヘッドランバットを置いていただけるということで、こんなことがあっていいのかとびっくりしました、はい、入った瞬間にヘッドランあったんで、でここでこれね、オンラインのやつも出て、はい、税込み1万7600円ですね、これですよ。ちなみにですね、ミノルマンはよくジュニア用を使ってます。ミノルマンはめちゃくちゃジュニア振ってるやんか。プロの選手もジュニア使ってる人多いね、うん、この短い方があえて大人の方使っていただけるとよりいいですよって、うん、やっとその意味が伝わってきましたね、はい、やっぱスイングスピード上げるやったら日本だったら最高かなと、うん、あ、そうですね。なので入った瞬間ありますので、はい、皆さん気をつけてください。そうです、アクトさんだけですね、ありがたいです、はいはい、あ、すごい、山田哲也さんの、ちょっと山田哲也さんの話していい？いいよ。一個上の先輩なのね、履正社やねんか。で、俺セカンド守ってて、山田哲也さんが盗塁してきてタッチしようと思ってんけど、怖すぎてライオンが走ってきてるみたいな。はぁ、めっちゃ怖くて、わざと空タッチしてこう、タッチしないよとか言われて、ちゃうかったね、全然全然ちゃうかった。スパイク、もうカラフル出た。ビモロ、ビモロ、これ最近一押しの多いっすね、最近。ビモロ、豊富。今度はかっこいい、アンダーマーのこれね、すごいよ。上金具、下これポイント、すごいよね。要はここ金具やんか、よりガサッて入るわけよ、はいはいはい。で、こっち例えば走るときって前にしっかりグッと最後噛むところが大事やから、こういう形状になってるかもしれん。うーん、なるほどね。俺の見解やで。ちょっと待って、バスケやん。ちょっと待って、バスケットシューズある、ちょっとお借りします。こう見て、海外限定ナイキ。いや、見るよ、ABC マートとか。あ、ABC マートで 、はい、見ますよ、こういうの。よく見ますよ、おしゃれなナイキの、はい、金具が埋め込まれてる。すごい、すごない？しかもね、軽い。あ、そうなん。めっちゃ軽い。はあ、おしゃれなってきちゃってるから、すごいよ、マジで。マイク・トラウト、もうメジャーの1、2番ぐらいにすごいバッター。大谷さんと、大谷さんと一緒のチームですよ。そうやね。そう、ちょっとこれ、あかんな、これずっとおったらスパイクで終わってもらうから、進んでいきましょうか。はい。まあ、ミノルマンね、アメスタで、軟式やっていくんで、バットもこだわっていかないといけないところですよね。ビヨンド以外に金を使う意味って結構あるの、うんうん。あ、結構ある。やっぱりそのビヨンドばっかり使ってたらどこでも飛ぶわけやんか、うん、本来公式とかになった時にこんなとこで打っても飛ばんやん。飛ばんな。そう、軟式はある程度詰まっても飛ぶんやけども、ビヨンドよりは飛ばへんな、こういう金属って、はいはいはい、うん、しっかりと自分でビヨンドに頼るんじゃなくて技術で打とうねっていうところやね、うん。じゃあ例えばミノルが少年時代は戻ってたら金属使うんや、うん、俺そうやな、ビヨンド使う。魅力やん、飛ぶの。でも、練習では使わへんね。試合では使う。練習は金属でいくと思う。うわ、ここにも。そうです、ここにもありました。はい、嬉しいね、やっぱこうやってヘッドラン置いていただけると。あ、すごいですね、他にも。あ、カウンタースイングありますね。バレルバットもありますよ。バレルバット、バレル、バレルってこんな感じなんや。そういうのもあるんですね。すごい、ダブルグリップギアみたいな感じ。でもこういう風に離して、俺やったらこう離してもこう持つやんか、うん、持つと後ろの手の動作強なんで、ヘッドがこうパーン立ちやすくなる。出た、コンボバット。これ最近よ、見るわ。これね、大学の時使ってた。あ、ほんまに。コンボバット、手首こう返しちゃうっていう子は、はいはいはい、こう持つとしっかりこう面で捉えることもできるから、すごくいいと思う。めっちゃ好きな選手おった。アルトゥーベ、ア
バルテッコすげえよ、すげえバッター。あ、やば、タティスある。うわ、これやば、バランスめっちゃいいわ。やっぱタティスやで。あ、これ今川選手ね、日ハムで活躍してる。あ、今川選手もだいぶ結構先にある感じやね。こういうのってさ、うん、自分が目標としてる選手とかさ、うん、割とプレイスタイルが近い人のバットとかの方がいいんかな。そうやな、その例えば飛ばしたい、ホームランしたいであったりとか、うん、ヒット狙いたいによってはバットの選び方は変えた方がいい、うん、それは。じゃあこれバリーボンズからとかね。バリーボンズはもうね、やっぱりもう飛ばしたい、ね、ヒッコリーとかもね、ヒッコリーとかも結構海外で使われてるバットやけど、うん、これヒッコリーとかもすごくいいよ。あ、これアクトさんのバットやな、これ。あ、オリジナルバットですね。オリジナルですね、アクトさんの。でもね、アクトさんのバットね、野球塾やってる時に結構使ってる大学生おる。ほう、松さんも持ってるけどね。あ、松さん持ってるね。いいね、バット、アクト、うん、来た、来た、見て。まず、タビちゃん。タビちゃんありました。タビちゃん多いな。タビオのベースボール、ソックスですね。はい。いや、すごいね。いや、でもこれ絶対、あの、これからどんどん入っていくよ。彼らも、あの、アメリカ。あ、もうソックスもアメリカ。あ、これ絶対売れるわ。大谷さん、大谷さんはすごいからね。僕ね、やっぱ外野用グラブないので、これからアメスタでやっていくっていう時にグラブ必要なんで、ちょっと今日検討したい。はい、これ公式の。はい、でもやっぱりグラブは多いですね、メンバーさん。やっぱキャメル多いな。見て、後ろキャメル祭りね、もうほぼ。すごいわ、すごいな、これ。あれ、これはですね、僕の遠いの大先輩の生島さんっていう方がされた B リンクとグラブですね、のグラブも置いてるって感じですね。まあ定番じゃないけど、こういうさ、独特な、はいはいはい、竜やん、竜柄やん、これも、うん、こういうなんかグラブ使っていきたいな、これから。だからほら、ゴリラ、ゴリラいってるから。それいいじゃないですか。もうこれは何のメーカーや。あ、ゴリラやった。そうなん、うん、ゴリラっていうメーカー。へえ、すごいな。メーカーの種類が多いね、アクトさんは。ね、多いね。うん、じゃあこれは限定グラブですよ。アクトさんの。うん。A、アメージング。アメージングの A でもある。来ました。和牛 JB。出ました。いいですよ。このグラブもいいですよ。テープとかをめちゃくちゃ。うんうん。カラフルで。アメリカ、ここもアメリカっぽいね、カラフルな。紐通されてます、クラブの修理とか、メンテナンスもしてくださる。そうやっぱりね、こうやって修理してくださる方がいたりとかね、これ大事ですよ、うん、本当に。これおしゃれやな、これ。何これ、マグカップですよ、これ。すごいおしゃれ。もうこれでお酒飲んだ止まらんよ。これでお酒飲んだこういうな、なんか小物アイテムっていうの、小物ケースが多いよね、うん、ありますね。あ、のび太さん、これすごいな、どこにもあるな、これ。のび太さんよう見るよ。のび太さんめっちゃ見るね。のび太さんやばいって。うん、プロテインはね、結構これから需要あるよ。こんなニューヨークとこんなおしゃれな T シャツも販売しております。うんうんうん、スパッツもいいね。スパッツないからね、ノルマン。スパッツ買っちゃおうかな今日は。松さんとか着るやつ。着るな、絶対着る。松さん着るやつやね。帽子ですよ。この辺がやっぱメジャーチックよね。はいはい。こういう帽子、ただ売ってないからね。ちょっとアメリカっぽいですね。アメリカ。はい。とりあえず一言で言うと。うん。アメリカ。なんかちょっと独特な世界観ですよ。うん。今でこそね、本当にちょっとずつこう、おしゃれな感じになってきてるけど、うん、より先を行ってる感じするよね。もういや、本当にもう最高にいいね、商品がいっぱい並んでます、はい、ちょっとこう世界観がすごかった。ちょっと本店の方も気になるけども、セカンドステージこちらの方が店舗が大きいということで、駐車場もしっかり広くて、ホームベースそこあってね。うん、ごめん、これもアメリカやん。そう、アメリカなんや。なんか入って絶対行ったら買いたなる、そのぐらいのなんかそう世界観があって、僕めっちゃ好きですね。うん、いろんな工程もね、第5弾で、まあ、他回ったんですけども、全然ちゃいました。ぜひ、皆さん、京都の伏見区スポーツアクトさんの、セカンドステージっていうね、2つ目のお店、ぜひね、行ってもらって、いろんな、まあ、
野球道具に触れてみるとすごくいいかなというふうに思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、こちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。